じゃん。アンパンマンとメロンパンナちゃんのお家かな。ここに穴が開いていて、手探りボックスで遊ぼうね。この屋根の上にカードがあって、何かな？六角形。さっきのカレーパンマン、カレーパンマンをもう一度引いてみようかな。カレーパンマン、これは六角形だな。えい、あ、これで六角形、1、2、3、4、5、6、カレーパンマン当たりだね。それじゃあ次は何かな。次は四角、四角の食パンマンだよ。食パンマン、この四角の形を探してどこにあるかな。あれ、これかな、これかな、これ。よし、これが食パンマン四角だね。カードが1、2、3、4、4個あるよ。よし、次は何かな。次は星型、お星様の形、赤ちゃんマンが描かれているね。星型を探してみて、ん、これがとんがってるな。これ、これが星型、赤ちゃんマンだよ。よし、あったよ。それじゃあ今度は何かな。今度はハート、ハートの形、ドキンちゃん。食パンマン様を見てハートの目をしているね。よし、ハートの形はどれかな。これは違うな。ハート、ハート、ハートの形、これじゃないかな。えい、これがドキンちゃんのハート、またあったね。よし、今度は何かな。今度はこれ、バイキンマン、バイキンマンが目がバッテンになってるね。バツの形だよ。バツの形、バツの形はどこにあるかな。これかな、これが、うん、これだ。よし、これがバイキンマン、バイキンマンのバツの形。今度が何かな。えい、あ、アンパンマンの丸だね。丸の形は分かりやすいからすぐに見つかるんじゃないかな。丸、あったあったあった、丸、アンパンマンの顔の形、丸だよ。よし、あと何の形があるのかな。お花、メロンパンナちゃんのお花の形だよ。これは結構複雑な形だけど、周りがまん丸になってるから、これかな。これ、これがメロンパンナちゃんのお花の形だね。よし、これで最後かな。これは三角、三角、コキンちゃんの三角だよ。よし、最後の一個だから、あ、これだ、これ。よし、これでコキンちゃん三角、1、2、3、カードが3つあるよ。